西暦2092年、繁栄を極めた人類はやがて訪れるであろう落日に向かい、次第に疲弊していくかのようであった。しかし同年、人類積年の夢であった反重力物質ネメシスの発見により、状況は一変したのである。輸送、交通、建築などあらゆる分野が飛躍的な進歩を遂げる中、人々が最もその興味を示したのが、ネメシスのある特殊な使用法による時間渡航、タイムトラベルの実現であった。政府は一般でのこの使用法を禁じ、時間渡航禁止法案を定めたのだが、非合法での渡航犯罪が急増。ついに対時間渡航犯罪捜査局を創設するに至ったのである。
Thank you.
ついに私たちは時空犯罪テロリスト DJ を追い詰めるに至った。彼はかなりの怪我を負っており、はためにも重傷のようであった。その彼の口から意外な事実が語られたのである。彼は実は私たちより400年未来から来た同じ時空捜査官であり、
彼の時代、西暦2482年、ついに人類が滅亡したというのだ。彼はあえてテロリストとなり、人類を救わんとしたという。もし時間がその自らの治癒力で私の行為を無にしてしまった場合、その時は君たちに私の意思を継いでもらいたい。大いなる流れを止めることは不可能だが、そのベクトルを変えることは可能なはずだ。君たちはそのための水先案内人となってほしい。頼んだぞ、未来の子供たちのために、勇敢なる400年前の先達たちよ。彼は今はの際に私たちに希望を託し、そして静かに息を引き取ったのである。